はい、皆さん、毎度毎度。はい、カットもね、肩の力を抜いてカットする。だいたいもう、後ろ姿見るとね、緊張してる時はね、もう背中見るとなんとなく緊張してるのがわかるよね。本当にあの、力を抜いてカットするのが早く終わるコツっつうのかな。やっぱりカット早く終え、終えようってか、仕事を早くしようと思ったらやっぱりコミュニケーションだよね。あ、でもね、お客さんによったらね、美容師の面見てね、もうコミュニケーション、も最初から取りたがらない人もいるからね。まあそういう方、どうしたらいいんだろうね。もう、無難にき お帰りにななっていいただだくしか本当は方法ないんだよねでそれ以上時間かけてやってさそれがさ実るかっつったら実らないよねあ無駄な努力、まあ、その日の売り上げだけで終わってし,しまってね次に続かないっつうのだそういうお客様はあんまりね気合入れてやってもしょうがないよねだけど経営者とかね女の美容師さんなんかねやってみなきゃわからないじゃないのなんてね建前言うけどね建、えー、建前前本当に建前ほもう ファーストコンタクトでねあの、失敗というか、ファーストコンタクトを取りたがらないお客様の場合はもう、もう何やっても無駄あもうめんどくさい、あの本当に労力の無駄まあ本当に1000人もそういう方やれば、2、3人さ、残る人いるかもしれないけど、その1、2%以下のことに対してね熱を、熱意をかける必要があるかってことだよね、プロだからね、よくわかんないものに熱意をかけてもしょうがない。 あと、性格のきつい方、性格がきつくなくてもそういうきつい喋り方する方ね、これもさ、美容師さんが負けちゃうとね、なにって一言で言われてもちょっとま困るけど、最近いないから、まあんまり美容師さんがね、弱気になっちゃダメだよね。それこそね、5回ぐらい来てね、私はここの店しか来ねえんだからとかね、まあ、ちょっときつい言い方する、そんで美容師さんがちょっとそのきつい言い方に負けてしまうとね、で下手に出ちゃうとね、お客様の思うツボだよね。 徐々に徐々にそういう方ってエスカレートするからね、あ明日9時に行くからすぐやってくださいねみたいにね、で他のの、ね、飛び込みのお客さんは一切断ってその人をやる、ねでそんで回ってりゃ9時15分に来るとかね、遅刻して、まあ、自分なんかだとね、15分あれば1人カットしちゃうからね、だからこの性格の強い人、なんか自分よりね、美容師さんよりね、 きついというより強い人、性格、個性がね。やっぱり負けてしまうつんだよね、美容師さんがね。そうすると、なんかね、弱気になって、なんかその人に振り回されちゃうつのこれはちょっと注意だよね。知らぬ間にね、振り回されてるんだよね。で気づいたときはさ、なんかちょっとサービスしちゃったりね。割引しちゃったりね。まあ、個人のお店の方はね、意識が弱いとね。で、自分なんかやっぱり弱い方だからね。だからそういうことになっちゃうんだよね。高く取れなくなっちゃったりね。はい、お疲れ様でした。